サモトラ家の日家。1863年、エーゲ海東北のサモトラ家島で、フランス領事シャルル・シャンポワーゾが、まず、パロス島の大理石で作られた女性像、トルスを発見しました。続いて、周辺からは、同じ大理石で作られた118点の断片となった翼の部分が見つかりました。サモトラ家島の偉大なる神々の神殿に張り出していた船の船首に立っていたのです。この建造物は前2世紀初頭の海戦の勝利を記念するため、ロードス島民が奉納品として献上したものと思われます。これを復元したところ、翼を持った勝利の女神、ニケの像であることが分かりました。出土品はフランスに送られ、1884年、ルーブル美術館のダリューの階段踊り場に据え置かれました。翼を広げた巨大な女性大理石像、サモトラ家のニケは、ルーブルを訪れる人々の目を強く引きつけています。ミロのヴィーナスとともに、ルーブル至宝の双璧であることは言うまでもありません。